眼科医の平松です。今日はコンタクトレンズの外し方についてお話ししようと思います。で、付け方自体は、まあ、大体皆さんうまくできるし、まあ、最初がね、難しくてもできるんですけど、外し方で苦労したり、どうしても外せない、それで動画で困って探すっていう方も結構いらっしゃるので、まあ、その外し方、いくつかのパターンをご紹介しようと思います。このやり方はうまくいくけど、このやり方はうまくいかないって結構人によりますので、まあ、一つの参考例としていくつかのパターンをご紹介しようと思います。で、まず、一番スタンダードで簡単な方法を紹介します。それは、まず、片手。まあ、私の場合は右利きなので、右利き手で外すんですね。できれば、外す方を利き手にした方がいいです。開ける方、ま、開ければ両手であっても結構なんですけれども、基本、開ける方を利き手じゃない方にして、利き手で外す方が外しやすいと思ってください。で、開けるとき、こんな感じで、私の場合はですね、親指を使って下げて、人差し指を使って上げて、で、そのままこうやってつまんであげる。こう、指の腹を使って、ここの腹を使って、外す。そんなイメージですね。っていう風にしていただけると外しやすいんで、まあそういう風にイメージを持って外していただけるといいと思います。ただ、これってもう本当に慣れてないと結構難しいですよね。で、やるときのポイントっていうのの、こう、今後の話、もう全てのやり方のポイントなんですけれども、黒目、目があって、そこにコンタクトはぴっちりくっついてるんですよ。で、これを、まあ指でこう、曲げたりとかするわけですけど、この上についてるコンタクトをちょっと曲げてあげる。曲げてあげるとですね、コンタクトと目の間に一回空気入るんですよ。そうすると全然外しやすくなります。コンタクトと目がひっついてる状態で、こうやって外したりとか、横に外したりしようとしても、これは結構外れないんで、要はコンタクトがあるじゃないですか。それを折り曲げるっていうイメージを持っていただけるといいと思いますね。具体的にちょっとコンタクトをお見せしてお話ししようと思います。このコンタクトあるじゃないですか。このコンタクトをそのまま、こう、折り曲げる、折り曲げる、折り曲げる。ちょっとわかりにくいですかね。折り曲げてあげると、こう空気が入ってきて、こう曲げてあげるとですね、空気が入って、それで、外しやすくなるっていうふうに思ってください。なので、今の話でわかると思うんですけど、コンタクトをどう折り曲げるか、そして、コンタクトと黒目の間にどうやって空気を入れるかっていうのが、外しやすさに関わってくるってことですね。で、2点目としては、どちらかというと、コンタクトレンズは乾いた方にひっつきやすいんですよ。なので、手が濡れてると、こう外そうとしても、手濡れてるから、で、目が乾燥、ドライアイとかしてると、どちらかっていうと目にくっつこうとするわけですよね。だから、手はちゃんと、拭いてあげる。で、目は、例えば目薬してあげるとかっていう状態にすると、より取りやすいと思います。まとめます。もう一回、2ポイント。1ポイント目は、レンズと目の間に空気を入れる。これを意識する。2ポイント目としては、何よりも乾燥している方にコンタクトは来ようとするってイメージを使っていただいて、外そうとする手の方を、いわゆるこう乾燥させてあげるってことが重要になってくるわけですね。じゃあ、まあ手洗ってからですよ。乾燥させましたってしました。で、外すとき、まあこうやってパッと外す。まあこういうのが一番簡単なんですけれども、やっぱり慣れないとか怖いとか、まあこれ見てるってことはちょっと苦労してるわけですよね。で、一つの黒目とコンタクトの間に空気を入れる方法をちょっと紹介しようと思います。黒目とコンタクトの間に空気を入れる方法としては、もちろんこう折り曲げるっていうのも一つの方法なんですけど、まあそれは最終的にやっていただくとして、コンタクトって一番最初はもう黒目全体にこう、くっついてるわけですよね。それをちょっとずらしてあげるっていう方法があります。一番スタンダードなこととしては、例えば軽く上を向いていただいて、手で下にコンタクトを押し下げてあげる感じですね。こう上を向いて下に押し下げてあげると、黒目から白目側に移るじゃないですか。黒目と白目ってこう、つるっと一面じゃないので、ちょっと段差があるんですよね。なので、ちょっとずらしてあげるとやりやすいです。上下が怖いっていうんだったら別にこれは横に動かしてくださってもそれは簡単ですね。ただ、一番やりやすいのは正直言うと下にやる方法です。なぜかというと、人間って目つぶろうとして上向いてしまいますんで、下に下げる方が自然な動きですね。まあ、もう一つやるとすると、こう外側の方がまあ、こうスペースに余裕があるので、ちょっと動かしやすいっていうところがメリットとしてあります。でもそんなことすると、コンタクトが裏に行っちゃって大変なんじゃないのっていう方はよくいるんですけども、裏に行くことってまあまずないことなんで、まあそこは心配しないでくださいと。でまあ、こうやってずらします。で、ずらしてから、こう、ピッと取ってあげるって方法ですね。で、ピッと取るときに、まあ、今一番最初にご紹介した方法としては、
親指と人差し指の腹を使って取るって方法です。ただこの方法のデメリットとしては、爪が長い方とかっていうのは、正直難しいですね。どうしても腹といっても完全に腹を使えなくて、どちらかというとちょっと横を使ってしまうので、まあ、爪が刺さりますね。で、そういう方の場合はどうすればいいかっていうと、片手でやるのはちょっと厳しいと思ってください。両手を使ってやっていただく方がいいです。で、両手はどの指使ってくださっても結構なんですけど、例えば、こう、上下に、まぶたを広げていただいて、それで、指で動かす。で、例えばですね、こんな感じにして、指で短くするとか、あとは横とかっていうものもスタンダードですね。横の場合はですね、比較的こう、両手を使いやすいんですけど、こうやって、横に動かしてあげるってやると、こう指と指なので、こう腹を使えるじゃないですか。上下の場合もこうやる、あ、まあ、こっち、そっちから見るとこうですかね。こうやって使うわけなので、指の腹を使いやすいので、まあ、爪が長い方とか、あとはちょっと爪が刺さりやすい方とか、まあ、そういう方の場合は、すごくやりやすいっていうふうに考えていただければと思います。あとは、これちょっと応用的なやり方なんですけども、でもやっぱり黒目のところに指、入れるの怖いなって方の場合は、上下でもうそれこそまぶたを使って、まぶたごと、なんていうかな、押すというか、コンタクトに圧力を加えてあげて外すっていう方法があります。これが横ですね。こう指を縦にして、取ったようなやり方になりますね。で、この外し方以外にも、コンタクトの外す道具とか、まあ、のそれを使った、まあ、コンタクトの入れ方、外し方っていうのはまた別の動画で紹介していますんで、ちょっと見ていただければと思います。